アンドレア・ペジックのオーストラリアのモデル。出生時は男性として割り当てられ、ユニセックスモデルの先駆けとして活動し、2014年早期、性別適合手術を受け、女性となったトランスジェンダーである、ボスニア・ヘルツェゴビナのトゥズラで生まれた。母やドランカ・サビッチは、ボスニア系クロアチア人、父ブラド・ペジックは、ボスニア系クロアチア人である、イコールという兄がいる。 両親はペジックが生まれた直後に離婚した。ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争後、母と祖母、兄と一緒にセルビアに逃げ、ベオグラード近くの難民キャンプに定着。その後、スビライナツ近くの軍事村に移った。1999年のユーゴスラビア連邦共和国でのコソボ空爆後、ペジックの母親は危険を感じ、オーストラリアへの移住のプロセスを開始することを決めた。 2000年、ペジックが8歳の時に、家族は政治亡命者としてメルボルンに移り住んだ。高校時代は、学業の成績が優秀であった。マクドナルドで働いていた17歳の誕生日前に、スカウトされたと伝えられているが、メルボルンの高校時代にスイミングプールや、農作業中にトウモロコシ畑で、スカウトされたとも語っている。2011年1月に行われた。 パリコレクションでジャンポール・ゴルジエのマーク・ジェイコブスのメンズ及びレディースショーに出演した。同年5月、ニューヨークに拠点を置く雑誌、ドシエジャーナルの表紙を上半身のシャツを脱いだ姿で飾ったが、客が女性のトップレス写真と間違える恐れがあるという懸念から大手書店チェーンのバーンズノーブルとボーダーズは不透明なビニールカバーを被せた。2011年7月、 マイケル・ミハルスキーによって組織される前衛的なスタイルネットにてミハルスキーの男性服、女性服を着てキャットウォークに登場。翌年のブライダルウィークでスペインのデザイナーであるローザ・クララによる婚礼をモチーフにした衣装で登場。2011年モデルズ・ドット・コムによる男性トップモデル50の18位に選ばれる。さらに雑誌アウトによる 最も魅力的な人物100の一人に選出され、雑誌 FHM のセクシーな女性100人リストの98位に選ばれた。しかし、同志は彼を紹介するページで彼を物と表現したり、トランスジェンダーで性転換した別のモデルを引き合いに出した上で、オート用バケツを持ってきてくれというコメントを記載。この表現は問題となり、同志は後に、 彼をリストから外し、謝罪を表明した。2012年には、男装モデルのエリカ・リンデルが、メンズウェアを着用し、彼女と女装アンドレードの男女逆転カップルを、コンセプトに写真や動画を、モード雑誌などで披露し話題になった。同年8月6日放送の、ブリテン、エスネクストトップモデルにゲスト審査員として出演。2013年、デビッド・ボーインのシングル、 ザスターズのミュージックビデオに、ティルダス・ウィントン、イセリン・ステロ、サスキア・デブローと共に出演。2013年後半に、メフメト二世の生涯を題材にしたトルコの短編シリーズに出演。2014年後半に、ペジックは性別適合手術を受けた、同年7月に、雑誌、ピープルとのインタビューで、トランスジェンダーとしてのアイデンティティについて語った。同年9月に、 自身の反省と性転換に関するドキュメンタリー映画の制作を発表し、クラウドファンディングのキックスターターで資金集めを開始。4万ドルを目標としていたが、最終的にはそれを上回る資金が集まった。2015年5月号の防具に登場。トランスジェンダーであることを公にしているモデルが同誌に掲載されるのは、これが初である。ありがとうございます。